<laughs> はいえー、飯田さんといえば、ですね今年もたくさんの本を出しましたね、ことしも。そんなちょっと。の <laughs> あ、本当ですか。いいすかゲッターズ飯田のご生産心占い2018年版、はいねえー、ゲッターズ飯田の裏運気の超え方、えー、また12月31日には開運レッスン2が発売されるということでですね、えー、ありますけども、えー、1回目は、ですねこ,のこちらのご生産心占いに入っていた読書感想あがきをもとに。 はい、お届けしていきたいなということでどうですかハガキとかこういうのって読んだりとかすることってないですよねそんなにねまあそうですねほぼ目通さないです <laughs> てか僕の目に届かない <laughs> かまあそうですよねこれ読んでる暇あった誰か,かい, <laughs> いやいやそうだ確かにそうだではですねたくさん届いた読者感想ハガキ中から、えー、こちら行きましょう会社員で三十三歳の方ですね、はいえー、手に取った時に熱くて驚きました え占いの本は何冊か持っていますがこれほどボリュームがあったものは初めてでしたえゲッターズさんの伝えたいことがぎゅぎゅっと詰まっているということなんだと思いましたえ来年のこともこんな風になっていきますよというお医者さんが患者に言う、えー、症状みたいなことを具体的に書いていくれていたので読み応えもありましたということですありがとうございます、えー、本書の著書著者、えー、飯田さんに今後取り組んでもらいたいテーマ、はい、未来年表 手相解説書、開運ん、開運の写真の撮られ方。そんなもんないです。<laughs> そんなもんないです。開運の写真の撮られ方っていうのないですよね。斬新。<laughs> この人がね。斬新。うん、手相の解説はもうどれ見ても一緒だから。あ、そうなんですか。もう全然、どれも変わんない。もう。 全部一緒じゃ別に手相は飯田さんのオリジナルとかでも全然なくて基本はベースがああるから青年の名前調べてこの人このパターンにはまってるなっていう確率を上げるために見てるんでそうなんですかあれそうそうそう手相そけそうそうなうそ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 うなん。そう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 本に書いてあるうそ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 読そう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  嘘でしょこれ1通目から未来年表ってことですよねでもねこれねなんかップラの本でも書いてあるから内容的にも書いてあるもう出してある出してありますはいそっち買ってください出してありますさあ続いてもう一枚いきましょうあ主婦はい主婦の意見これ大事ですかね33歳でございます早見表がとても見やすくて便利でした一日ごとのアドバイスがついてるのもとても助かりますうん 良いことをとことん信じるタイプなので読んでいて嬉しくなる文章がたくさんあったので気分もハッピーになりましたありがとうございますありがとうございます2歳の方ですねす、えー、毎日パラパラ見て参考にしています <laughs> しっかり読める <laughs> <laughs> なんでパラパラ <laughs> ちょっとみんなこれ三通のちゃんと読んでる大丈夫え <laughs> でも本って皆さんこれはい、はい、ほとんどしっかり読んでないんですよ ああこのスタッフ多分誰も読んでないです。で目を合わせない。スタッフが目を合わせません。最初から最後までちゃんと読んだ人誰もいないです。絶はじ<ー>めにと終わりとか多分読んでない人多いですもん。あやっはじめに終わりに、これがやっぱ一番大事。はじめに読まないと,ちゃんとダメに作ってありますから、ね、本来は。そんなやつはもう運気よくなんない。そ<う>ネットとかで見てると、<laughs> いや、はじめに書いてあるからみたいな、あと終わりに書いてあるから。 書いてある質問めっちゃくるんだ。よ書いてある。読めと。<の>まずは。記号のこれがおかしいで、うん、でも書いてあるから <laughs> 全部書いてある。やばいやばい。あのまだね読んでる途中なんですよ。よパラパラ見て参考にしています、えー。でもいまいち。あ、運の悪い日の過ごし方がよくわからないです。これも。それも裏 <laughs> 裏恩恵の方に書いてある <laughs>、えー。運の悪い日に大事な予定があって。あ。 どうしても変更が不可能な時とかはどうするべきなのか考えてしまいますこれあるんじゃないですか、えー、自分が病気で手術が必要でオ、はいえー、ペ日が運の悪い日で変更できなかったので不安でしたかっこ特に何事もなく無事退院できましたでも,もペ日が悪くても、はい、あオペ日決めた時が大事なのとあそうなんですかあと先生の運気があるからさあ<ー>ああって何でじゃあもうどうしようもない時もあるわけですね。そう,そういうのしょうがない あと運気悪いっていうのがもう裏運気の方に全部書いてありますから別運が悪いわけで自分の欲望と反対側に行くだけなので悪くなる状況があるわけでもないのでいいんです別にええおカメレオンだったらですねカメレオン裏はただの友達関係がなくなって知り合いが増えたりするだけなのでなるほどこちらもね これ全部書いてあります。<laughs> 全,部全部書いてるとこ,こ答え全部終わっちゃうから <laughs> 答えなきゃいけないんだけど読めともうシンプルに読めと <laughs> 書いてあるわけですね全部大体俺手の内出してるから、ね、全部そうなんですよ、ね、全部教えちゃう全部教えちゃうもんもも俺本書いてしたくさん書いて書けば書くほど誰も来なくなると思ったのよ、うん、書けば書くほど相談が増えんのよそうよより教えてほしいみたいになるより教えとほしいになるから<ー>普通来ないと思ってたのね 確かに手の内ね全部分かれたらもう必要ないというかなんかねそういうふうになるかなと思ってそんなことないですね余計相談するってさあ、どうですかこの子この子って読んでないでしょいや俺読んでますよ読んでないでしょ俺読んでますよでも結構もらってますからね俺本なんでこんな空気になるんですかあいつ読んでねえじゃねえかみたいな読んでますよ俺本当に読んでますよだってこれ参考にしてますから本当ですか引っ越しも それで上がったんですかそのるかイルカなんですけどもそう昨日帰り歩きながら「引っ越していいですか?」いや冬ってんって読んでないじゃん絶対読んでないじゃんいやでもそのえ何これ俺ここで血祭りにあげられるそういいですよねだからだからもう信じてこれを信じてまずこれ信じて僕が一番いいそういう人じゃないとやっぱより海うにはなっていきませんもんねならないですならないです さああ,うあもう一枚これ一体どこまでつすんですかこれ全部全部 <laughs> って嘘だろ <laughs> 髪の毛伸びちゃうよ俺会社員 <laughs>、えー、31歳髪のこと触れないですね。あ,ねあお互いね <laughs> あれですからお互いあれですから <laughs> お互いあれですかっ、ね、ておかしい <laughs> <laughs> えー、毎日の運気の、えー、記号記号かな、うん、ちょっと漢字があるかもしれない、はい、記号があって見やすいです、えー、11月から照らし合わせて過去を振り返って見たところうん あこの日はこの記号だったから何か当たっているかもと思えることが多いです、えー、これからは読むではなく使いますあ,あ来ましたよあ,あそうです正しいです、はいえー、振り返るのではなく先に見て行動もしくは気持ちを切り替えてみます、はい、ということ、はいえー、飯田さんに取り組んでもらいたいテーマ、はい、茨城に来てほしいです <laughs> もう来いと茨城行ってます今行ったことないです行ったことないってことないでしょ茨城県って仕事なくない そんなに…あ、そうなんですねと東東ってことあるけどへぇー仕事でってことですよはいはいはいロケとかロケ行かない意外と行かないバラキって…水戸とか…水戸、日光はあるけど日光はどっですもんねあそっか行ってないんじゃない行ってないん昔彼女がいたからさそんな話もしてくれんすか、今日全然いた頃は行ったことあるけ彼女がいたときは行ってたんですね彼女が東京で出たんだけどあの実家帰るって帰っちゃってそれ会いに行って 超遠いね。めっちゃ牛とかいるからさ <laughs> めっちゃ牛とかいるまあ茨城に限り,限りませんどね。<laughs> めっちゃ牛とかいるってすっげえバカな説明ですよ駅前,駅前のコンビニが潰れるぐらい田舎だったから、えー、それはやばい、えー、やばいでしょ、はい、駅目の前のコンビニがなくなったっつって大騒ぎになった、ね、<laughs> いや大騒ぎになりますよそういう田舎のとこに茨城行ってあげてくださいよこういう声もね全部届きますからいいがぜひぜひ行ってください,ださいそう。 あとパワート主婦やっぱちょっと主婦の方多いですね30歳、えー「主人と私の運気を毎週確認しています」はい「毎日じゃないですね、えー、細かすぎず <laughs> 分かりやすく管理できています」<あ>「水晶玉まこさんの先生術と一緒に見ていてバランスをとりながら気になる部分を毎日気をつけて過ごしています」 えー、特に毎月の参加状は書いていただいてわかりやすくとても気に入っているポイントです、えー、そして、えー、取り組んでもらいたいテーマ「時事ネタ」などの本が出たら面白そうだなん爆笑問題だね。<laughs> <laughs> 漫才師じゃないから今 <laughs> 面白そうだな <laughs> <laughs> 週刊誌の記事やらないですよ <laughs> あまあでも,あでも確かに時事ネタをこうなんか占っていくみたいなのもちょっと見てみたい気はしますけどね、まあ、連鎖してもってもまた m 1取ったらその トロさんもどうだったとか、でやってます、やってます。なんか大統領選のやつとかもやってます。かねシュープリオンド、シュープリオンド。じゃ、とにかく読んでから書けと。出るんで大体やってるんです。やれることは。でもね、どう、ですか、これすい、水晶玉子。水晶玉子さんの僕のやつとか、両方運気がいい日が本当にいい日なんで。あ、両方割引をつける。で、切拠点。僕のやつが良くて、玉子さん悪い場合は、何か悪い原因があったりとかするんで。はい、はい、はい。 それ見比べじゃあ2つがいいきにやっぱこう結論とかすると2つがよくなると俺買い物しないからねあっ玉子さんのもそう玉子先生のやつも一緒に見て玉子先生の本を書けばいいんだけど書いてくれてるから書く必要ないから書かない逆にそんな面倒くさくて別の専門がいるから任せといて俺俺で自分のこと書けば。 それで照らし合わせ占いってねいろんなやつ書いてくれてるみんなはい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 組み合わせたらもう出来上がるからすごいいちいちやんなくていいのよいちやんなくていいたまにいうの製造らのやればのやつがみたいなそれやってる人いるからさそこは荒らしに行ってもしょうがないしあと時間無駄だからさ自分のやつを専門的に頑張ってくれるから効率いいでしょみんなで合わせればいいからすごいいいねその時に決断するとなかなかいい方向にしっかりいくと。 なるほど、わかりました。ありがとうございます。えー、ということで、えー、読書感想ハガキを送ってくださったどうですか。<laughs> 一言何かあります。もうここ読め読めってことですね。<laughs> す読んでくれってことですね。まあでも感想がねいろいろでもなんかほとんどがなんか感想というか、はい、質問がそんななかったのでね。はい。少し答えられもあれば全然違うやつ全然違うやついきます。お。 もともとケッターズ飯田さんの大ファンですね嘘ですねもともとはないです魔女狩りみたいなもともとってことはない最近ですよもともとケッターズさんの大ファンですたまたま本屋さんに行ったらもうだってファンじゃないですもんもともとだったらねたまたま行かないからねたまたま本屋さん行かないです狙ったかもしれないませんでもね読んでもらいましたから <laughs> はい、四十歳主婦ですって、<laughs> うん、まあこれいいんじゃないですか。<laughs> はいということで、えー、ご視聴ありがとうございましたということで、えー、ね今様々今日話出ましたから開運アクションを起こしていただければと思います。<laughs> はいそれではまた次回 <laughs> ありがとうございました。